はい、皆さんおはようございます。一応が元気です。誰ですか？誰だよ。ジャイアンです、よろしくお願いします。おはようございますって言っちゃいました。まあ朝の10時なんですけどね、今ね。早いですね。10時からテンション上げてやっていきましょうか。実験頑張りましょう。やりましょう。はい、今日はこれ使います。はい、車のバッテリー、あれですね、カーバッテリーのバッテリーですよね。結構重たいんですよ。で、これが1個 12V あるって話なんですけど、ね、12V、はいはいはい、はい、家庭の電気が 100V だから5分の1くらいですね。そうそうそう、はい、で、これを触ってもね、感電しないです。別に素手で触っても感電しない。大丈夫、手は乾いてるから。はい、プラスとマイナスつなぐと触っても、おお、あ、大丈夫、大丈夫ですね。カンカンビビってる。電気を流しやすい、こういう金属を、はい、近づけてみましょうか。はい、いきますよ。はい、プラス極近づけてマイナス極に行くと、ほら、おお、はい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 、あ、腹ペコ青虫みたいですね。まあこれ電気が流れて熱くなって穴が開いたってことです。ちょっと僕も一回やっていいですか？いいっすよ、どうぞね。これはみんなも簡単にできる。まあ真似しないでください。どうぞどうぞ。おお、おお、よし、来たねえ。はい、顔、顔、いろんなアートができるね。そうですね、サイエンスアート。そうで、今日は今日は、カーバッテリーをですね、うん、ちょっと多めに用意してる。こちらです。おお、なんとカーバッテリー80個用意しました。直列につないでみました。何ボルトですか？約1000ボルト。1000ボルトのカーバッテリーをつなぎました。はい、測ってみましょうか。まずは測る。こっちがマイナス極、おーと、ほら、1001、1000ボルト。ちょうどぴったり狙いましたね。いやすごいね。1001ボルト、結構今まで本気でやったことないレベルいってますよ。はい、絶対に真似しないでくださいですね。アルミホイルでまずやってみましょうか。ね、ここからは危ないので、ちょっとメガネをしようかと。はい、俺だけ大げさじゃねえ、これ何が起こるか分かんないですね。そうだね、基本俺がやる前提になってるね。そうですね、僕遠くで見てますから。なんでやねん。まずはじゃあこの2列分、はい、16個で大体200ボルトです。超怖えな。いくよ。うわー、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 吹っ飛んだ。湯が溶けました。おお、一瞬で布団が吹っ飛んだね。よし、いくよ。怖えよ、いくよ。うわー、布団が吹っ飛んだよ。じゃあこれをですね、80個つなぎましたから、まずは放電を見てみましょう。僕がプラス側です。はい、元気くんがマイナス側です。マイナス側。近づけるとこの炭素棒同士で放電を起きます。はい、さあどんな放電が起きるんでしょうか。やば、大丈夫ですかね。大丈夫です。怖っ。予備実験はしておりません。なんでそんな面の差でしょう。顔が命だからね、俺はね。ほんとやべえな、これ。いきますよ、はい、せーの。うわうわ、半端ねえな、これ何？どうでした？どうでした？いきますよ、はい、うわすげえアーク。俺の方が赤くなった。すごいね。見えたかな、こういうあのね、橋状のやつ。アーク見えてるかな。もう一回やっとこうかな。いきますか。この辺かな。うわ、まず音が半端ないですね、これ。1000ボルトって怖いね。怖っ。うん、昔はこれが照明に使われてましたね。アーク灯としてね、使われてましたよ。はい、これ触れ合うことで放電が起きて、その間のね、空気が温まって、はい、空気は普通電気流れないけど、電気が流れる状態、プラズマ状態になって、そこに流れてる電気が流れてるところですよね。正解。はい、アーク放電見れました。じゃあなんか金属流してみる。金属やってみますか、うん、ついに一斗缶。ああ、重っ。鉄。そうだね、鉄か。鉄野郎だね。だってアルミパーンって言ってるじゃないですか。うん、これもうパーンって。大丈夫かな。いきますよ。うわ、何が起きているのか見えない。もう
おお、なんだこれ。どう、すげえサイエンスアート。もうやばいな。うわ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 、何が出た今。ファイヤーな剣が出ましたね。ラスト一面ね。ラスト一面。ラスト一面ですよ。やべえなこれ。どこだ。大丈夫かな、いける。ラストすげえなこれ。ファイヤーね、ファイヤー。これいったいったいった、うわマジかー、すーげえやりましたね。一斗缶が半分になりました。最強の剣を作るね。いやー最強の剣だ。ただちょっと薄かったかな。包丁、あー結構だよこれ。いきます。やべ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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ファイヤーって何も見えないけど、これどういうこと。